1月20日の宇野塾通信をお送りしています。これは昨日に引き続きビデオゲームの話ですが、ビデオゲームのメーカーはゲームへの中毒に心配しなければならない。そのデータを共有化することによって彼らはより厳しくなる規制を回避するかもしれない。まあ要するにアルコールとかその麻薬中毒みたいにゲームは子どもたちにこう没頭させる、これは社会的問題だと。で中では中国はもう、毎日ビデオゲームに遊ぶのを平日は1時間、平日は禁止、週末は1時間というふうにこう法律を決めてやってますけれども、世界中にそういうふうなゲームに対する問題が提起されているということですね。このやり方は心理学の理論とデータの結合で、それがゲームメーカーにプレイ時間の最大化に貢献している。心理学者は人類も含めて動物が褒美を見つける類のものに関して多くのことを知っている。 BF スキナーのネズミやハトに対して行ったこうしたことに何十年も遡ることのできる長い実験の歴史がある。スマホや最新のパソコンはネットに絶えずつながっているので、ゲームのデータを開発業者に送信している。そのことによって製品が絶えず微調整され、それに使う支出を押し上げている。この産業はギャンブルビジネスの専門用語さえ使い始めている。最大の利用者はクジラと呼んでいて、カジノでの使用がその始まりだと。心理学者が中毒とまさに呼ばれているいくつかの詩細な点を議論していて、それはゲームの設計方法がやりすぎているかどうか、その産業は現実の世界において問題であるとか、その問題が大きくなってきているとか認識すべきかどうかだ。今ゲームの中毒はそれを作った人たちを巻き込み、その問題を突き止めることがより一般的になるだろう。診療所はすでにこのビジネスが盛んになっていることを知らせていて、ロックダウンによってゲームをする人が趣味としてより多くの時間を使っている。技術に対しての規制環境はさらに強くなってきている。公正かどうかは別にして、ギャンブルとかタバコ産業と一緒で大衆心理をまとめると、この産業の得にはならないだろう。公正かどうか別にして、ギャンブルとかタバコ産業と一緒で大衆心理をまとめると、この産業の得にはならない。ちょっと分かりませんね。これじゃないな。ここかな。あ、これだ。ひとまとめにする、大衆心理をひとまとめにすることを、大衆心理をランペンと、大衆心理を人まつに扱うこと、Being lumped in the public mind、 大衆心理の中に、人まとめとして扱う、一色大衆心理、ギャンブルとタバコ、ウイルスだから、
と一緒に考える、ベルトでインダスレインフィーバー、ああそうかそうか、この産業にはためにはならない、だから一緒に考えることですね。ですからと一緒に、違う、構成と別にギャムタンタバコ産業と大衆心理を、違いますね、大衆心理をギャムタンタバコと一緒に考えること、この産業を考えるとこの産業の得にはならないだろう、一緒としてまずして一緒に一緒とタバコ産業をと一緒としてと同じようにと一緒というかと同じように考えることは、考えることはこの産業の得にはならないだろう、そういうふうに考えるとこの産業得にはならないだろう。まああれですね、ギャンブルとかタバコ産業と同じように考える、まあいいかどうか別にしてこの産業得にはならない、いつかの点で私利私欲だ、議論を乗り越えよう、その初めはハードデータの扱いだ、ゲームが医学的に治療かどうかという議論を支える研究の多くははっきりしないというような自己申告の兆候、議論の良しのある診断基準、歪められた事例などに頼っている。ゲームの利用者によって、使った時間とか費用の量に関する基本的な質問でさえ答える。使ったですね、これ。使った時間とか費用の量に関する基本的な質問でさえ答えられない。この産業は利用できる豊富なデータを持っている。しかしゲームの企業は多くはゲームをする人がどのように秘密に行動しているかの詳細を持っているが、企業機密だと言っている。ゲームの企業の多くはゲームをする人がどのように秘密に行動しているかの詳細を持っているが企業機密だと言っている。長い目で見るとそれは賢くない。ゲーム企業は彼らのデータを多くを調査している人たちに利用できるようにするべきだ。要するにデータを公開しろと言ってるんですね。中毒に対する懸念が大げさならどうもそうらしいのだが、中毒を示す明確なやり方を考えることは困難だ。そしてそうでないのであればゲーム企業その問題を今認識した方がいいし、任意でそれについて何かをするべきだ。大提案として為政者が彼らに強制的に行わせるとデータ公開しろということですね。そして中国が示したように政府が道徳の基準状況に直面したので政府は激しく行動することができる。まあデータの結果どうなるのかということですよね。ここでは、Facebook に関したことは言ってませんけど、ゲームの課題についていくつか話をしていますね。これセーブしたんですかね。